皆さんこんにちは、裏方です。この番組では皆さんが気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお在宅確認やカスタマーのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストの随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介する商品はこちら、クラウンエアーコッキング USP マッチ。 HK 社の USP を射撃競技用にカスタムしたハンドガン。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意。その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、サイズですけれども、全長が約243ミリ、高さが約137ミリ、重量は364グラム。これはね、空のマガジンを含む実測となってます。弾丸は 6mmBB 弾 0.12g 推奨です。動力源は手動エアコッキングとなります。装弾数は6発、ポップアップ搭載、スライドストップ機構搭載、セミオート単発発射のみのエアコッキングハンドガンになります。で、派手なね、このスタビライザーがロングバレルを覆う近未来的なスタイルの超大型ハンドガンとなっております。この他のカスタマイズ部分は、トリガーがマッチトリガーであったり、バレル長の長さが変更されていたり、競技用にねカスタムされたモデルとなります。で、この商品はスライドストップ機構がね搭載されておりまして、前段打ち尽くしてスライドを引くとね、はい、本物のようにこのねスライドがロックする機構となっております。で、スライドストップボタン、これをね、戻す、はい、このようにね、戻るんですよ。いやー、これすごいね、かっこいいですよね。で、サイトの方は、まあ普通ですね、はい。まあ USP の、まあ、標準的な大きさのフロントサイト、リアサイト、特に色は入ってないので、まあ、ご自身でね入れちゃってもいいかなと思います。で、セレクターセーフティがコッキングした状態で、こちらを上に上げるとね、はい、打てなくなります。で、下に下げると、はい、打てる仕様です。それでは実際に打ってみたいと思います。はい、シューティングレンジやってまいりました。弾速の方を測っていきたいと思います。 45.29、 47.91。 はい、じゃあ 5m 打っていきます。 はい、7m。お、当たった。あ、惜しい。あー、惜しい。あー、チップ。おー、当たった。はい、あー、スライドストップかかった。はい、中央取って、ね、しっかり握れるやつはね、当たる。さっきね、ベイビーブローニングっていうのをね、打ってたんですけど、いや、あれはね、ちょっとね、こう、もう3本、電磁力解みたいな感じのね、持ち方しかできなかったから、しっかりやっぱ握れると当たるんだね。1、2でも、非常にね、トリガーの落ち方が結構いい。こう、しっかりこう握るときにストンっていうかね、ウニじゃないの、うんって落ちてくれるんで、あ、そのまんまこうあんまりブレずにビッとね当たってくれるようなイメージですね。で、あとスライドストップがね、やっぱかっこいいですよね。ガスブローだとね当たり前ですけど、エアコキだとなかなかねこういうモデルないんで、皆さんも楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。皆さんもぜひ使ってみてください。さて、今回ご紹介したのはクラウンエアコッキング USP マッチ。ご購入は模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。